皆さんこんにちは、ガオチューと申します。よろしくお願いします。まあ、ちょっと今日は長岡市の方へちょっと買い物に来て、ちょっとね、車の、フロアマットの、まあ、音が静かになるっていう英文さんの静音化計画のマットを一つ買ってきて、家帰ったらつけてみようかなと、そんな風な帰り道でございます。はい。で、まあ、長岡の市内をちょっと、流しながら帰ろうかなっていうような動画なんで、特にこれといった話はありません。まあまあ流しながら、走りながら、ちょっとドライブ動画撮っていこうかなと思いますんで、喋りがないことがあるかもしれませんので、はい、ご容赦願います。まあ喋りなんかいらねえよ、お前の喋りなんかいらねえよっていうようなこともあるかと思いますが、すいません。はい。なのでこれからちょっと信濃川の方を渡ってみようかなと、帰りがけの橋を渡ってみようかなと思いますね。はい。やっぱり休日は車混んでますね。それなりに。で、長岡の方へ来ると路面の状態がですね、結構いいなっていう感じではあります。南魚沼と違って除雪がね、あまりする必要がないんで、路面は綺麗ですね。そんなで、あれ、これ真ん中行った方がいいのかな。しないと橋が渡れないかもしれない。そんなんでこれから渡る橋が見えてきましたね。ちらっと見えてきました。これが何橋だったっけ。忘れました。まあ、昔ながらの橋ですね。はい、こんな感じです。まあ、普通の橋だとね、こういう風になんか上の方囲ってあるようなやつってあまりないんですけども、ここは古い、この近辺、夏場ね、花火大会があって、長岡の花火つったらどうなんでしょうね。有名なんですかね、それともあまり知られてないのかな。三尺玉とかね、1日で何発、2発上がるんだったかな、あの大きいワークス、RS さんだ。直径が、まあ、三尺ですから、まあ、1メーター弱の花火の玉が600メーター上がって600メーター開くっていうね、直径が600メーターの花が開くっていう、そういった花火なんですけど、まあ、あれの衝撃、爆発した時のね、衝撃はすごいもんですよ。あと片貝の4尺 1.2 メーターのね、4尺花火っていうのもありますけど、あれも心臓に悪いですね。あまり近くで見ない方がいいかと思います。てか近くで見るとその衝撃音とかで心臓がビクッとなって、やばいことになる人もいるかもしれませんので、気をつけて、ちょっと離れた
2キロぐらい離れたところから見るのが一番いいのかなって、そんな花火ですね、はい。まあ、あの長岡の花火はあのなんだ、震災の時、中越の震災の時からフェニックスとか行って、横に1キロぐらい、のところであの同時打ち上げみたいな形で綺麗な、壮大な花火が打ち上げられてますけどね、まあ、今年も8月の頭かなに上がるかと思います。あ、まあ、そんなんでちょっと駅の方まで行くのは帰りが大変なんで、長岡の駅の方にはちょっと行かないようにして、うん、途中で曲がります。もうちょい先で曲がりたいと思います。まあ、そうですね、落ち屋宮内方面っていうねここを右に曲がります。トラックで対向車が見えないこういう時困りますよね。来ないかな、来たな、来たな。トラックが抱いてくれると視界が開けると、はい、なので、ここから南へ下ります。下るって言っていいの、下るか南へ行きます。今日は曇ってるんでね、お日様が出てなくて眩しくないからいいかなという感じですね。これでね、このカメラで1時間ぐらい撮れりゃいいんですけどね15分20分っていうね、ちょっと、自分の、動画編集環境の制限がありますので、はい、まあ20分ですね、せいぜい。ちょっと明るさ変えよう。よいしょ、はい、少しは明るくなったかな、うん、そういえば最近なんかね、マフラーの音がね、まあ、マフラー変えてしばらく、まあ、まだいくらも走ってないんですけど、若干音が変わってきたような気がするだけかな、うん、なんとなく最初の頃とちょっと違うかなっていう感じですね。まあでも自分の好きな音になってきたのでいいかなと思いますけど、しかしこっちは午後1時です。ロードノイズが少ないですね、本当に羨ましいな。皆さんのところはどうですかね、路面の状態って、静かな方がいいんですよね。本当でも最近昔みたいにあのアスファルトでもあんまり柔らかいアスファルトってないですよね。なんかこう小石が混ざったようなアスファルトの方が多いなっていう印象があるんですけど、昔はね、あの夏場暑くなると車が走ってその後、まあ少しずつ歪んできてセンターラインとかがもうぐねぐねうにゃうにゃってなることが多かったんですけど、最近はないですよね、そういうことが。みんなこう砂利が含まれているのかな、まあ多少それでノイズは出るんでしょうけど、昔みたいなこうなんだろう、あのベタッとしたような黒いアスファルト路面っていうのがほんと少なくなりましたね。やっぱりそういうところであれですかね、あのメンテナンスとか
白線引きとかで、お金かかるからお金かからないような路面にしようっていうようなどっかから意見があったんですかね、うん、はい、そんなんで、長岡市から長岡っていうところから、もうちょっと行くと宮内、もう金目町だからもうすぐ宮内かな、はい、まあ、この辺は車のディーラーやら、整備屋さんやらそういうのが結構ありますね。あ、イエローハットさんこんなとこあるんだ知らなかった。まあディーラーさん多いですね。あとは整備工場多いですね。この辺なんかね固まってるんですよやっぱ。まあ、この道に来るとまあほとんどのディーラーはありますね、でさらにその整備屋さんがあるからすごく便利な通りだと思います。昔はこの辺に自動車学校があったんですけど、もうかれこれ30年前以上前で、まあそこに試験でね地元の自動車学校じゃ試験はできなかった、当時できなかったんで、こちらの方に通ってましたね。通ってたっていうか試験の時だけ来てましたね、はい。まあ最近は免許センターが宮内にありますので、そちらの方へ行って即日発行と、まあ、今年の年末行かなきゃいけないんですけど、その時には当日発行のできるこの宮内の方の自動車学校といいますか、自動車学校じゃないか、運転免許センターかに、来ようかなと思ってます。地元だとどうしても、手続きだけでその日発行してくれないんで、郵送とか行って面倒くさくなるんで、いつもこちらの方に来てますね、まあ免許もいろいろ取りましたけども、地元で、取ってっていうかな、ここ数年でね、まあ、前の仕事を辞めて次の仕事をじゃあ、どこにしようかっていう時にやっぱり何でしょう、なんか資格があった方がいいよねっていうような感じで、まあ、それまで普通免許とバイクの中型バイクの免許しかなかったんですけど、大型特殊の免許、それからバック4ですかね、ユンボっていう、ユンボは商品名だったような気がするんですけど、バック4の商品名かな工事用のねパワーショベルみたいな、ああいう感じの免許とフォークリフトの免許は取りましたね。まあただ今勤めてるところはそういった関係ではないので、まあペーパードライバーになっちゃいましたね免許は持ってるけど運転したことがない、まあ、まあある程度あるんですけど、多少はねフォークリフトとかバックフォーとか操作はしたことあるんですけど、で、まあ、大型もね教習所で乗ってたのである程度の感覚はまだ持ってるかな、あれもね本当内輪差がすごくって交差点とかでね
の挙手所行ってた時なんて本当にもうわざとこんな曲がり角に来るんじゃないかなぐらいの感覚で、この狭い道を大型で通るのっていうような感じの道をよく教習で行きましたけどね。まあ十字路というかね、池江の交差点だと、あそこ右曲がってっていうと、90度以上あるっていうね。130度ぐらいあるんじゃない、130度じゃないの、もん90度100、130度ぐらいあるような交差点に行って、大型でね、10トントラックをちょっと改造したような、後ろを50センチ短くしたようなトラックで、教習受けてましたけど、まあ、それでもね、画台が大きいので取り回しは大変でしたけどね。まあ最近は本当そういう教習所以来大型には乗ってないので、なんとも今は言えませんが、まあなんか機会があれば乗れるかなっていう、最初は前の職を辞めたすぐ後はダンプのうんちゃんでもやってみようかなみたいな、まあこういうこと言うと今運転 していらっしゃる方に怒られちゃいますけど、でもね、地元はまあそれぐらいしか、この需要と供給のバランス取れてるような場所がないんで、まあ一度応募したんですけどね、応募したんですけど、この年になると、まあ、50ちょい、50手前ぐらいの時、経験ないんですよねとか言われて、まあないですよね、それまでコンピューター相手に図面書いたりいろいろしてたんで、コンピューターの管理とかもしてたんで、そんな大型トラックダンプの運転経験なんかあるわけもなく、そうするとやっぱり、ちょっとね、経験がないとうちじゃやっていけませんねみたいな感じで、まあ、いくつか断られたこともありますが、はい、やる気があってもね、そういうふうに、相手方がいますので、どうしようもないなっていう時もありますね、はい、まあ今はもう諦めました、はい、せいぜい大型運転するのはワンボックスのね、15人乗りとかね、マイクロバスとかね、まあそういうところで、運転する機会があるかなぐらいなんで、まあその時のために持っておきましょう流さずに、そんなんで17号線に乗っかりますと、これって一本道で帰れますということで、はい、よいしょ。この道はね、あれなんで、もう時間が迫ってきたので、この辺で一旦動画の方は、終了させていただきますが、はい、また、もう一本ぐらい撮って家に帰ろうかなと思ってます。はい、そんなんでご視聴、ここまでご視聴していただいた方々ありがとうございました。ガオチューでした。失礼します。